アイスランドの選挙区アイスランドの選挙区ではアイスランドの選挙区について解説するアイスランドはアルシングの議員を選出するために全部で6区の選挙区に分けられている現在の区割りは1999年の憲法改正によって定められたものであるこれはレイキャビーク氏及びその郊外在住の有権者に比べ地方では 有権者一人当たりの議員数が多いという問題に対し地域間の均衡を取ろうとする試みであった。新たな区割りは3区の地方部的選挙区と3区の都市部的選挙区からなる。それでも、なお都市部と地方部の票の不均衡は残っており、選挙法のある条項では、もし一つの選挙区における国会一議席あたりの有権者数が 他のいずれかの選挙区の半分を下回れば、それらに選挙区の間で一議席の異常がなされる、と定められている。この処置は、実際に行われたことがあり、2007年の選挙では、一議席が北西部選挙区から南西部選挙区へ異常された。選挙区は、以下のようになっている。末尾の丸括弧内は、各選挙区から選出される、議席数を示す。 ありがとうございます。